続いてはですね、イメールのコーナーに行きたいと思います。はい。それでは早速、メールの方を読んでみたいなと思います。はい。ラジオネーム石川県のゆうちゃん。ゆうちゃん。はい。先日友人の結婚式がありました。はい。その友人が受けた旦那さんからのプレゼント。プレゼント。その友人が受けた旦那さんからの、プロポーズが素敵だったのでお話しします、はい。学生時代から交際していた2人は共通の友人も多く、はい。旦那さんはその友人からビデオレターを集め、はい。久しぶりに開かれた同窓会中に、うん、サプライズとしてそのビデオレターを流し、はいはいはい、ビデオ終了後にバラの花束を持って、はい、同級生全員の前でプロポーズをしました。うわ、新婦である友人の幸せそうな笑顔を見て私も泣いてしまいました。こんな素敵なプロポーズに憧れます。そこで、はい、質問です。リュウジ君とオミ君は将来結婚する時が来たらどんなプロポーズをしたいですか、またはこんなプロポーズされたいという話も聞きたいですと。こんなプロポーズされたいか、まあ、あんまだけど男としてちょっとね、男としてね。でもこんなメールをいただきましたけども、まあ結婚ですよ。いやー、いいですね、本当に。結婚はね、いいよね。しかもこのプロポーズの仕方めっちゃもう想像できましたね。ね。同窓会で。もうだ同窓会だけでも盛り上がってるじゃないですか。うん、盛り上がってるさなか、そのビデオレター集めて、うん、それが終わった後に、全員でプロポーズですよ、全員の目の前で。いやー。これも、もうめっちゃ盛り上がってますよ。いいでも、プロポーズする側はめっちゃドキドキしただろうね。いや、まあそうだろうね。ドキドキするよね。でもなんか逆にこうやっぱ同窓会だからもうみんな昔から仲いい仲間とかだから逆に煽られたっていうのもあるんじゃない、うん、まあね、はい、いっちゃいっちゃいみたいなね。いやいいですね。結婚いいな。結婚したいですか。結婚したいっすよ。したいですね。こうね、まあ遅かれ早かれまあまあしたいですよね。まあそうですね。はい、子供も好きなんで。子供は可愛いですね、本当に。もう本当に、ね、何なんだろうね。っていうかもう他人の子供でも可愛いじゃないですか。可愛い。でも自分の子供ができた時はもうどうなっちゃうんですかね。大変だわもう。本当に大変だと思うよ、自分の子供ができたら、ね、可愛すぎちゃってもう過保護になっちゃう気がする。ああ、俺もそんな感じしますね、うん、だからやっぱね、結婚はいいもんなんだろうなってすごく思うんですが、はい、まあ、そのためにはね、プロポーズも必要ということで、そうですね、男らしい